コ、遊んでないで仕事して。は、はい。まったく、世話の焼ける。まさか、スー？はぁ、もしもし。本当ですか？場所は、先日お邪魔したところでよろしいですか？わかりました、また連絡します。さて、忙しくなりますね。おはようございます。お、キメイ丸、おはようなのぜ。今日はよろしくね。お二人とも元気そうで、今日は、お二人だけですか？ああ、ヨウムとパチュリーにも声をかけたんだが、他に用事があるみたいでな。そうですか、わかりました。それでは、向かいましょうか。お邪魔しますなのぜ。お久しぶりです、かなこさん。久しぶりねみんな。あの時以来ね。思い出すと、体が震えてくるわね。あ、ごめんなさいね。怖い記憶を思い出させて。いいってことよ。わざわざ連絡をくださってありがとうございます。諏訪子と話をしてね。サナエを助けるためには、みんなにも知ってることを話して、協力した方が、いいんじゃないかなってね。そうなんですか。ただ、この件は霊夢ちゃんは当事者だから、話すにはまず、霊夢ちゃんの許可がいるわ。なるほどな。それで霊夢を必ず連れてきてくれってことだったんだな。そうよ。それで霊夢ちゃん、あの年末の事件、二人に話してもいいかしら？もちろんです。私にもわからない部分もありますし、ぜひ、お願いします。わかったわ。それでは、お願い、します。始めるわね。困ったわね。霊夢、おはよう。あ、サナエじゃない？おはよう。どうしたの？難しい顔して。いや、あのね、もうすぐ年末じゃない？うちの神社も初詣の準備中だったんだけど、誰かに神社内をスプレーかなんかでいたずら書きをされちゃってね。あら、大変ね。塗装屋さんに相談したんだけど、雨が続くから年内の作業は厳しいって言われちゃって。そんなことが。正直この時期できないのは大変なんだけど、参拝する人の安全やなんかも考えると、今年はやめておこうかって母さんがね。へぇ、そうなんだ。罰当たりな奴がいたものね。まったくよ、うちみたいな小さい神社にどんな恨みがあるのよ。ねぇ、霊夢、それなら年末なんだけど、予定空いてるかな？まあ、まだどうしようか考えてたけど。私、実家に帰るんだけど、よかったら一緒に行かない？12月の29日から31日まで。いや、夜の0時を回ってからだから、正確には30日から元旦までなんだけど、結構面白い行事があってね、一回見せてあげたいと思ってさ。はぁ、なんか楽しそうね。でも、そんな時に行ったらお邪魔じゃないかしら？そんなこと、気にしないでいいわよ。わかったわ、めったにない一回だしね。ちょっと母さんに相談してみるわ。うん、それじゃあ連絡ちょうだいね。期待してるわよ。へえ、いいお友達じゃない。楽しそうね。行ってきなさいよ。本当？やった？ただ、あんまりお邪魔するのも迷惑だから、30日からにしたらどう？そうだね。サナエは3日間すべて見せたいとは言ってたけど、2日目からにする。それにしても変わった行事ね。初めて聞いたわ。うん、なんか地区の人から1人が選ばれて、その人のために行う行事なんだって。今年はサナエの母さんが選ばれたってことで、大はしゃぎらしいわ。ふーん、そういうものもあるのね。そんな時に行って迷惑にならない？大丈夫なの？私もそう聞いたんだけど、構わないって。そうなのね。それなら何も言わないわ。こんな時くらいじゃないと、この時期で歩けないしね。
ただ、くれぐれも先方に迷惑はかけないようにね。ありがとう。母さんはどうするの？私は、給油とお茶でもしようかしらね。わかった、母さんも楽しんでね。それで、そのお友達の子、さなえちゃんって、出身はどこなの？確か、バツバツ町って言ってたわず。初めて聞いた名前だわ。まあ、楽しんでらっしゃい。うん、母さんもね。あ、さなえが着いたみたい。それじゃあ、行ってくるね、母さん。はい、行ってらっしゃい。さて、私も出迎える準備でもするかな。ふっ、楽しみだな。はぁ、あら、眠そうね、さなえ。あ、ごめんごめん、実は昨晩も一度帰っててね、ほとんど寝ないまま、迎えに来ちゃったから。そうなの、私免許ないから変われないけど、どこかで休んでく？ただ到着してお昼食べたら、限界かも。もう、無茶しないでね。ねえ、霊夢。昨日、雨降ったよね。そうね。そうか。あ、もしかして雨だとやれない行事だったとか？今日は晴れてるからよかったけど。いや、大丈夫だよ。ほら、ここが私の実家だよ。おお、なかなか年季が入ってますなぁ。それってどういう意味？ボロいって言いたいの？ごめんごめん、冗談だよ。もう？あら、これは。何かしらこれ？池？いや、大きい水たまり？あ、気になる？それも行事に関係してるのよ。結構深いから落ちないようにね。わかったわ。さ、入りましょ。ただいま。おかえり。あら？あなたが、さなえのお友達？そうだよ。この人は私の親戚で、諏訪子さんっていうの。どうも、諏訪子です。あ、はじめまして霊夢です。お邪魔します。さあさあ、お昼の準備できてるから、荷物を終えたら二人ともいらっしゃい。ご飯、じゅるり。霊夢、まったくあんたは、2階のお部屋を用意したから、そこに置いてきなさい。うん、急ぐね。よし、それじゃあご飯に向かおうかしら。おお、2階からだと周りの家も見えるわね。あれ？何あれ？庭に大きな穴のある家がいくつかあるわ。水は溜まってないから、池ではないのね。ま、後でさなえにでも聞いてみようかな。ご飯。いやぁ、美味しかった。相変わらずの食べっぷりねー。お腹いっぱい。あ、そうだ、さなえ、さっき2階から周りの家を見たんだけど、お庭に開いてる穴。あれって何なの？あれはね、選ばれるのを待ってるお宅なのよ。逆に穴がない家は、今は必要な一定指標時ね。選ばれる？選ばれた家はさっき見た通りで、穴に水が入って、水たまりになるの。選ばれた人は大変なのよねー。よくわからないわね。お祭りのようなものじゃないんだ。ふっ、何をやるかはその時になったらね。うん、なんだろう。こう言ったら失礼だけど、なんか言うな。そんなことはさなえには言えない。だけど、それじゃ霊夢、悪いけど私少し、寝てくるわね。わかったわ、ゆっくり休んでね。おやすみ。ということなんですよ。へ、そうなの、さなえがね。やっぱりこんな田舎から出て正解だったかな。若いうちに、何でも経験してみないとね。ああ、おはよう。ふ、さなえ、こんばんはよ。もう、知ってるわよ。ジョークに決まってるでしょ。さて、さなえも起きてきたし、今度は晩ご飯だね。ぶっちゃねだ、太るぞさなえ。じゃ、ひどいわよ霊夢。11時か。確か0時からって言ってたよね。もしもし。はい、わかりました。それじゃあ霊夢、そろそろだから、私準備に行ってくるわね。霊夢ちゃんは
ここに私と一緒にいましょう。ね。諏訪湖さん、昨日もいたよね。どうして今日もいるの？なんで？かなえ。私言ったわよね。この件については反対だって。え？え？諏訪湖さんもしてもらったくせに、教えてくれたのだって。それに、霊夢にも母さんにもいいことなの。絶対にやるわよ。そんないいものじゃないの。話したこと、今は後悔してる。もう時間だわ。気合い入れてやるからね。霊夢、しっかり見ててね。え？あ、サナエ。霊夢ちゃん、いい？今から私が話すことをよく聞いてね。もう0時を回ったわね。この後1時になったら、あることが始まるわ。そしてこのままだと、あなたは犠牲者になる。どういう意味ですか？詳しくは後で話すから、とにかく、今は解決するための話をするわ。こうなってしまった以上、あなたはその行事を見なければいけないの。1時になったら2階に行って、部屋の窓から外を見なさい。いい？何があっても、最後まで見てね。だけど、声をかけたりしてはダメ。ただ見て。黙って聞くのよ。見る？聞く？一体何があるんですか？歌。あの子たちが歌う歌を聞くの。必ず最後まで聞いてね。耳を塞いだりしないで最後まで。怖いだろうし、混乱してると思うけど、今は私を信じて。お願い。何？もう訳がわからない。だけど、諏訪湖さんは、本気で言葉をかけてくれている。全く状況は理解できてないけど、言う通りにします。そう、